ムツムの日本一周ロートエリア。エリア内残り18マス。はい、プラチナピンズゲットできるかな。まずはこちら花が黒い角を使って一プレイでコインを1900枚稼ごうからやっていきます。ピートもあのスキルが上がってる人はピートを使う方がいいかも。ふねふねプレートはどうかな。Yeah!
ということで、1回で7個消すことができました。何回クリアできるかな。はい、4回目のチャレンジです。あと2個。ということで、最後もそんなに大量に出てくる感じではなかったですね。はい、無事クリアできました。続いてはこちら、謎って28点以上だそう。28点ちょっと長いですね。これはエルサちゃんを使いましょう。これでいけるかな。
ゃギリギリ。おお、ちょうどぴったりです。セーフ。はい、続いてはこちら、スタールームを合計25個くそう。これは外して石橋に戻って頑張ってクリアしてしまいたいと思います。12個、意外といけた。あと1回でクリアしたいけど、いけるかな。
ていきたいと思います。まずはジェッシャー、50個だよ。いや大変な感じだよ。冷ました。なかなかいいじゃない。で30個まで消せました。16個消せたのかな。できるかな。Yeah!
じゃあ最後はハートの女王でいきましょう。ではスタート。ということで無事クリアできました。ハクイーン。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバーイ。